話聞けなかったけど。どう？パパ活女子のダンス部部長の信頼は得られたと思うけど、テストは合格ってことでいいのかな？ねえ。そうですね。正直驚きました。あんなにあっさりと彼女の信頼を得てしまうとは。私が何度アプローチを試みても、まああとはな、顔がいいからな。顔が、あーなんかミスケンめちゃくちゃ警戒されてるみたいだったね。ねえ確かに。何はともあれ、私としてはぜひ八神さんにミスケンの顧問になっていただきたいです。まあでもダンス部もなかなか良さそうだなと思ったけど。ってことは変質者疑惑も晴れたのかな。ええ、その説は失礼しました。よかった、晴れたみたいで。それに実を言いますと、あの隠しカメラの目的なんとなく察しがついてきましたし。え、マジで？生徒を監視するかのように設置されたカメラ、八神さんが探偵だったこと、うすうす気づいてたのかね。そして世間の耳目を集めている江原明宏の痴漢裁判、やっぱ察しがいいね。それらのピースを並べていくと、ぼんやりとですが八神さんの目的が推察できる気がします。まあお仕事の邪魔になってはいけませんから、首を突っ込むつもりはありませんが。へえ、なかなか鋭いね。伊達にミステリー研究会の部長やってるわけじゃないってわけか。とにかく八神さんのことは私から理事長に話しておきましょう。おう、顧問をお願いしたいと。そりゃ助かるよ。だけど部外者がそう簡単になれるもんなの、顧問って。ええ、外部指導員という形であれば。ただその場合、監督役を校内の先生に担当していただく必要があるらしいんです。名前を貸してもらうだけで、顧問としての指導は八神さんにお願いすることになりますが、外部の方に部活を任せる以上必要な手続きのようでして。監督役、へえ、いるかな。引き受けてくれる先生いるかな。そこは大丈夫です。実は以前に理事長が名前を貸すだけならいい、理事長がと約束してくれたんです。理事長がかよ。半ば勢いで押し切る感じでしたが。え、そうだったの。理事長も教えてくれればいいのに。さっきはどこも手が足りてるとか言ってたけど。言ってたね。まあ本音ではやりたくないのでしょうね。責任だけは監督役の先生が取ることになりますから。ミスケンはいろいろなトラブルに首を突っ込む厄介者、そう思われているようです。はは、なるほどね。変わってる部としてもさ、言われてそうだね。どうぞこれからやっぱミステリーなだけあって、お願いいたします。まあでも一応ね、その顧問としてねえさん、学校にさ入り込むことができるね。また部室に来ていただけますか。うんよ。私たちが追っているとある事件のことで、あれパパ活女子じゃないの、ぜひとも相談に乗っていただきたいのです。なんだ、パパ活の他にも厄介な事件が。ね、ええ、それよりももっと厄介かもしれません。実はパパ活女子の件もその厄介な事件の一部である可能性もありまして。じゃあその事件もつながってるのか。その話は時間がかかりそうですので、また今度詳しくお話しさせてください。了解。なんだかよくわからないが、そう、ね、時間ができたら顔出すよ。ユースドラマについて天沢の依頼で八神はミスケンの顧問として活動することになりました。どうやらこの高校では生徒たちによる様々な非行が行われているようです。おい問題ちょっと待って、もうさ、理事長のさ、理事長に最初会った時のさ、学校のイメージとさ、もうかけ離れてるんだろ。問題ありありの高校としてしかさ、今全然見れてないんだが。八神はその飛行を暴くため、高校生たちの様々なコミュニティに潜入することになります。潜入先のコミュニティで様々なアクティビティに興じつつ、生徒たちと仲良くなり、指導力を得て彼らが抱える問題を解決していきましょう。メインストーリーの進行には影響ありません。好きなタイミングでプレイしてみましょう。指導力について、ユースドラマは八神の指導力によって新たなドラマが出現します。指導力は各アクティビティの達成、ドラマの進行に従って伸長します。ユースドラマが進めなくなったら他のユースドラマを進めることで次のドラマが発生します。なるほどね、いろいろなドラマを同時に進めてみましょうっていうことで、できるだけユースドラマを進めてった方がいいってことね。なるほど。うん、
これで俺は立派に学校関係者だ。みこし部のことは自由に聞き込める。バスケ部の連中と仲良くしてたって話だったな。 OB だってみこし部は練習にも顔を出せたっぽいね。で、放課後にバスケ部員がいる場所といえば体育館だろうね。え、早速聞いちゃうの？あ、こうやってユースドラマが出るのね。ってことはこれあれなのかな、サイドケースとはまた別ってことだよね。だよね。今回あんまサイドケースってないのかな。ってことはユースドラマをメインにさ進めていく感じなのかなね。えちょっとまださやってないからわかんないけど、後でミス系には顔を出すとして、まずは体育館へ向かって情報を聞き出しますか。お、やってんね。おうす、みんなお疲れ、頑張ってるね。お疲れ様です。今度ミス系の外部指導員になった矢上っていうんだ。バスケ部のみんなにちょっと聞きたいことがあるんだけど。格好せめてさ先生っぽくしてほしいよ。ジャージ着たり。先生が教育実習で来てたでしょ、少し前、10月ぐらい。ああ、三越場さん。でも途中で急に来なくなっちゃった。誰かその辺の事情知らないかな。じゃあさ、どんな先生だった？いい人だったとか、嫌なやつだったとか。嫌なやつだなんて全然。熱血先生か。熱血な感じ。そうそう、やる気があって。ほとんど毎日ここに顔出してたよね。三越場さんの代結構強かったんですよ。だから俺らにも動け動けって顧問より大きな声出して。じゃあ君らにも結構フレンドリーだった？そうっすね。あれ、そういや今日高田たちは？あ、2年2組まだ来てないですね。まっつんとか茜も。あいつらね、ここで会ったらまた騒がれるかもな。その子たちがどうかしたの？三越場先生、2年の甲田って子がお気に入りだったんです。ん？そういうこと？なんだそれ。甲田さんなら少し知ってるよ。三越場が気に入ってたっていうのはどういう意味で？すごく指導が熱かったんです。甲田は高校入ってからバスケ始めたんで、うちは部員ほとんど経験者なんです。だから高校から始める人はよっぽど運動神経良くないとついていけないっていうか。それで三越場先生がよく甲田の面倒を見てくれてすごい助かってましたよ。だから色仕掛けを使ってるとか言われてたのかな。本当にいい先生だったんだ。まあそうっすかね。ただ甲田自身はどう思ってたか分かんないっす。ん？三越場先生はしごいてやってるつもりだったんでしょうけど。しごいて結構いじりすぎかなってこともあって、みんなの前で甲田にシュートさせてから今のが悪い見本だって晒したりとか。あ、じゃあ三越場は甲田さんを笑いもんにしてたってこと？まあ悪く言えば。でもそれも愛情表現。まあ熱血先生ってそういうの分かんないよね。三越場先生だったもんな。甲田のことをエロいエロい言い始めたの。え、そうなの？ボール磨く時の手がエロいとか、他に取り柄ないのかとか。うわ、あの子胸でかいから。確かにそれは思ったけど。そうそう、だから三越場先生が急に学校来なくなっちゃった時、2組の子たち噂してたもんね。甲田となんかあったんじゃんって。なんかあったって不適切な関係とか、それがバレて教育実習クビになったんじゃないか。だからエロ女って書かれてたのか。噂だけどなくもないって感じ。嘘、三越場先生どこに秘訣させてんの？おちっぽかな。おちん。なるほど、それで甲田さんのことをエロ女って。お胸が、おっぺが大きいのはさ、これひがみやんけな。みんなのおっぺが大きいで越したことはないぜ。甲田さんの2年2組の部員がまだ来てないんだっけ？それってよくあることなの？いえ、だいたいみんなこの時間には揃ってるはずなんですけど。さあ、まだ教室なんじゃね。なるほど、そういうことだったのか。よくわかったよ。いろいろ教えてくれてありがとう。そういうことだったのね。
まあ結構さ、イケメンなさ、みこしばのさ、顔さ、結構イケメンだったじゃん。だからさ、まあ噂は立ってもおかしくもないような感じなんだろうな、多分。え、もう一回行く？あ、とりあえず、コウダちゃんいる？部活には来てないって言ってたもんね。こっち登る？登んの？登って、お、女子がいるよ、いっぱい女子。なんかさ、ってことはよ、先生が来なくなったからっていう理由でさ、ほら、あのさ、みこしばが いるとさ、結構ね、強かったって言われてるぐらいじゃない。だからその先生がいなくなったのはおめえのせいだろって言って、みんながさ、あの松井らがさ、いじめてたのかもね。おめえが色仕掛けをして、なんかね、それチクったせいで来なくなったみたいな、それのせいでバスケ部は良くなったんだみたいな、そんなこと言ってたんじゃない。うわ、またやってるよ。どこ見てんだ、こっちだろ。ね、バカじゃないの、どういうつもり、急にバスケ部やめるなんて。いや、それやめたくなるわ。あんたそんなこと言える身分、お前らがそうさせてんだよ。いきなりやめたらお前の雑用誰がやんの。お前らがそうさせてるんだよ。無責任って言葉知ってるか。あ、もしかして昼のことで調子に乗ってる。クラスの連中が味方してくれたって。だから部活もぶっちか。そんな勝手許されると思ってんの。でも私、でもって、だから何なんだよ。なんでお前なんかが私らの足引っ張んの。絶対許さないよ。許さないってどう許さないんだ。てめえ、まだ今はもう顧問だぞ。不審者、皆さんご覧ください、不審者です。学校の教室に不審者が現れました。それをツイッターに載っけるのか。ミステリー研究会外部指導員は、理事長先生からご指名を受けてわざわざ外部からボランティアで来てる。八神探偵事務所の八神だ。え、まだ君らには伝わってなかったみたいだな。不審者呼ばわりは今すぐスマホを下ろせ。でもこれからは毎日来るつもりなんで、よろしく。お見知りおきよ。俺らもう部活なんで。ああ、知ってるよ。大丈夫か、コーラちゃん。頑張ってな、マッツン。マッツン、マッツンとも呼びたくないわ、なんか嫌なやつらだね、あいつら。大丈夫？コウダちゃん、はい。コウダさん、俺は探偵で君に聞きたいことがあって来たんだ。みこしばヒロについて。彼、2ヶ月前教育実習に来て、その期間中急に来なくなったろ。その時何か彼に変わったこととかなかったかな。トラブルを抱えていた様子とか、見慣れない人が周りにいたとか。それをなんで私に聞くんですか。さっきバスケ部で君がみこしばとよく話してたって聞いたんだ。私がみこしば先生と。なんかありそうだね。この子にとってみこしばとの関係は思い出したくもない嫌な記憶ってとこか。そうっぽいね。こうやってちょっと振っただけでね、結構動揺してたりさ、口調がそんな感じだったもんね。いや、聞いた話と違ってたみたいだね。ならいいんだけど、これから俺ちょくちょくこの学校に顔出すからさ、よかったら仲良くしてくれると嬉しい。じゃあ。私、今日八神さんの声に助けてもらいましたよね。私、毎日ずっと誰も助けてくれなくて、でも
私も自分がいじめられてるって言えなかったから。いじめられてる子はそうそう言えないよね。みんな当然みたいにしてるし、笑って見てる人だっていたし。でも今日はみんなが私のために声を上げてくれたんです。びっくりしたけど、あの時最初に私を助けてくれたのは八神さんの声ですよね。かもね。やっぱり。そっか、ありがとうございました。私今日みんなの声でやっと自分が今までひどい扱いされてたって分かったんです。私もバスケ部のあの人たちにちゃんと嫌だって言ってもいいんじゃないかって。それで部活辞めることにしたんだね。高校に入ったらバスケをやるのが夢だったんです。子供の頃読んだ漫画がかっこよくて、下手でも一生懸命頑張ったら仲間が増えたりするの。だからきつい練習でも頑張ろうって思ってたんです。なのに。そんなことないよ。逃げてやめるとか、あいつらがいたらやめたくなるのもね。幸田さんは何も悪くないよ、うん、ただ世の中には不公平がいっぱいあって、それを居心地がいいと思ってる連中が山ほどいるんだ、ね、人を見下すことでしか笑えない連中がね。そんなのにいちいち向き合っていくなんて、いや本当それよ、時間の無駄だと。ターボンの言葉に共感するわ。そういう時はさ、やっぱり逃げていいんだよ。八神さんは強い人だからそんな風に言えるんです。じゃあさ、逃げるって言い方変えてみようか。え？バスケは部活でなくたってできるし、場合によっちゃ学校に通うことだって絶対必要なんじゃない？今じゃ YouTube にね、バスケのどうしても諦められない夢なら動画だって落ちてるしね。どこか他にも必ず道がある。その道を探すことをさ、何も逃げるなんて言い方しなくたっていいと思うよ。そんなのって、選択肢を変えることもあるよね。なんか進む道をずるくありません？まあそう固いこと言うなんて。ミスケンの外部指導員なんでしたっけ、八神さん。ああ、もし何か相談があればいつでも言ってよ。例えばバスケ部を辞めさせてもらえないなんてことがあったら。はい、何でも相談するんだよ。すぐ頑張ってな。ちょっとしたことでも相談してね、コーダちゃん。退部届。ねえ探偵さん。誰？八神さんだっけ。ああ、そっちは部活に行くんじゃなかったのか。あのね、マッツンと榊って、さっき私と一緒にいた男子たちが三越葉先生のことで話したがってるよ。は？八神さんに協力できるかもって。絶対これはめようとしてるな。絶対はめようとしてるんだろう。なんか調べてるんでしょ、この子は。三越葉先生なら私たち結構仲良くしてたし、いろいろお話できると思うんです。それでね、八神さんには今までのことを水に流してもらえると嬉しいんだけど。急に塩らしいんだな。そうよね、やっぱりほらまずいもん。うちら先生方には内心とか握られちゃってるし。すごいね、おめえら。八神さんの口から妙なことチクられちゃうと進路に響くわけでさ。だったら最初からね、今このすぐ上のフロアで待ってるから、話だけでも聞いてもらえませんね。お願いします。この通り。そんな可愛くないお願いしたってな。そうやって俺をおびき出したいわけか。もっと可愛い子お願いしてみるよ。何人くらい待ち構えてんのかな。
上のフロアは3年生の教室だっけ。もう分かってんだよな手口が。先輩たちも味方につけた。証拠もないのに疑ってくるんですね。傷ついちゃうな。大人にそんな目で見られたら誰だってひねくれちゃいますよ。マジでショック。ちょっと見え見えな罠ではあるけど、行けば御子柴について何か聞き出せるかもな。わかった、いいよ、話は聞く。そうね、友達にすぐ行くって伝えといてくれる。最強の友達を。あざーす。あいつらさ、最初からさ、自分たちがさ、いけないことをしてるってさ、自覚してあれでしょ。マジで許せんわ本当に。でも甲田ちゃんがね、部活をやめたいってね、ああやって言い出せたのはまた一つのさ、第一歩だと思うわ。ただやり方としてはマジでさ、やっててたまにちょっと胸くそ悪いこととかあるわ。ちょっと自分とさ、こう置き換えちゃったりしてさ、ちょっと共感してしまう部分とかあるからさ、ちょっと口がたまに悪くなってしまうかもしれんけど、みんなそこはちょっと多めに見てもらって助かるわ。とりあえず3階向かっていきますか。お、なんだ海藤さんいるかな。こっちですよ、八神さん。わざわざお呼び立てしてすんません。何に連れてきてんだよ。先生と仲良くしてたんだって。ちょっとよく聞こえないですね。くー、このクソガキ。もう少し近くで話せません。まあそれもそうだな。なんか絶対仕掛けてくるな。ほら、なんか連れてきたんだけど。おい、この学校どうなってんだよ。ここにいるみんな、みこしば先生をよく知ってるのか。いや、先輩方がよく知ってるのは。おい、こいつはしかもハンピンリューマンと繋がってんのかよ。もう救いのない学校やな。ここらのギャングだよな。ああ、俺あん中にダチがいてさ、女連れで遊び行くと歓迎してくれんだよ。たまに小遣いだってくれるし、まそういう関係な。いじめよりさ問題じゃないかこれ。理事長、何か困った時はハンピンの名前出して構わねえって言われてんのよ。なんでそんなベルトダセーな。本当に女の子を売る代わりによくしてもらってるわけか、強いお友達に。バカも使いようだ。おだてて味方につけときゃいい。本当に高校生か。ちょっと道具はまず使い方を覚えなきゃ。遊び半分でいい気なもんだ。そうね、痛い目見るよ。いつか気づいた時には向こうから食い物にされてんのがオチだぜ。気ぃつけとくよ。でもあんたは俺らより自分の心配が先だろう。うん、ねえこれ絶対今後俺らが少しでも手を出したらハンピンリューマンに歯向かったってことになるんすけど、状況分かってもらえましたかね、八神さん。親の顔が見てみたいぜマジで。俺らに詫び入れときましょうよ。当然慰謝料もつけて。そんな金はねえんだ。それ参考までにおいくら。100万。100万、持ち合わせがなきゃいい闇金知ってるよ。そっちは清流会ってヤクザが。清流会、ギャングの次はヤクザか。セブンでも出てきたね、竜王ごとく。セブンでも子供扱いはできないな。あ、もう一発のギャングだよお前らは。龍がごとくセブンでも出てきた。清流会、慰謝料上乗せね。はあ、分かってるじゃねえか松井。よっしゃやるぞ俺ら袋だ。もう本当にさ、高校生なのかさ、疑いたくなるわこんなもの持ってさ。いじめでさ悪いのをさ目出すよりもひどいでこれは。こういうね、悪い子にはお仕置きを、お仕置きをしてあげましょうか。待って、ちょっとこれ使いたいけどさ、まださ試食してないから。しかもこれ攻撃力高いんだけどさ、攻撃力は高いんだけども、まだその使える技がさ、使える技が限られちゃってるから。限られてるから、なるべくちょっとこういう人数には、あ、ちょ
人数にはエープで戦ってこいとこは、はい、あ、じゃあちょっとさすがに人数が多いからね、ちょっとで、ブースターは多分あの不良学生の時に取っといた方がいいかもしれないから、じゃあとりあえずこいつの雑魚たちは先にやっとくと、で外で見てればある雑魚ね、よいしょよいしょ、で一応とんかつ弁当食べときますか、よいしょ、ナイス。ったく時間食っちゃったよ。で次はおら国内騎士、おい、なんだそれ見えねえだろ、おら、なんで物騒なもん持ってんやん、残念だったな、ざけんな、お、え、あいつ飛び降りたんすか、いや、どっか影に隠れてやがんだ。こいつ絶対留年してさ、にここに残ってる感じしてるよな。目一体やっと見えるようになってきた。黒板消しのさ、あのチョークで結構目やられちゃうんかだもん。お前ら探しに行ってこい。見つけたら知らせろ。俺はそれまで一服してくるわ。オッケー、わかった。さすが余裕だな。先輩、俺らはどうしたら。お前らは俺と来い。一緒にヤニ食いながら報告待ってようや。チッス、お供します。先輩やっぱ超強い、かっこいいです。こいつまあな、かわいい後輩たちのため、ね、そのこいつらもさ裏切られちゃいそうだね、この先輩に。昔の話かと思ってたけど、今時のフレアもわざわざ学校の中でタバコ吸うんだな。とにかく松井たちにはみこしばの話聞きたいし、今度はこっちから奇襲を仕掛けてやるか。とは言ってものの、カイドウさんに連絡した方がいいんじゃない。え、待って、カイドウさんに連絡した方が よくない。とは言ったものので、移動してここに乗ると、乗っていくと、待てー、よいしょ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 、で、お、なんか落ちてるよ、なんだろう、なんだこれ、本が落ちてる。スキルエッジオブディスって追い読んだら、で、どこ行く、あっちか、よいしょよいしょ、カニ歩きカニ歩きして、もうさ、いじめよりもさあんな狂気までさ持ったらさ、もう退学どころかさ、もう逮捕よね。お、待って、あそこにちょっとアイテムが、まずアイテム取ってって、この学校も想像した以上にやべえんだけど、アタフネス取れない、まあ、いっか、想像した以上にやべえ高校なんだが、まあ、とりあえず下降りてってと、降りてってと、よいしょよいしょ。どうすか先輩、教室です、タバコの味は。あ、わざわざそっちからやられに来たか。おい、アカネ、他の先輩呼んでこいよ。うん、わかった。気をつけた方がいいよタバコ、先生に見つかったら大変だろう。けどまあ、お前らしつけがなってないみたいだから、代わりに俺が少し指導してやる。いや、先生も気づいてないのこれ。ああ、気づいてないんか、こんだけさ。てめえ、こっちに来てやがったのか。どうだ、余裕ぶっこきやがって。今度は逃がさねえ、きっちり仕留めてやるよ。とは言ってもね、調子乗ってんじゃねえよ。わ、データこれ致命傷多いやつ、もしかして今回致命傷。ちょっととりあえず、よいしょよいしょ、危ない、そうそうそう、はい、いやいやいや、待って、ちょっと待って、ザコからやるわ、ちょっと待って、ザコからやりたい、あー、ちょっと通過ちゃったよこれ、ザコからやりたいから、とりあえずエイムでやって、
おめえはおめえはなおめえとかおめえあぶないちょっと待ってそもそもとりあえずエームで雑魚をよいしょあとりあえずまずちょっとめんどくさい野郎からやっていくよいしょあぶないよいしょちょっとこいつ一発当てといてよいしょでやっていくよいしょで一戦でとりあえずサクッとやってで、流れで、ね、おしょ、ほい、ちょ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 、あぶま、よいしょ、くー、で、ガード、結構ガード使う、おぶろおら、ほいよ、ほいほい、で、相手もやってるから、こっちも、あそ、ほい、ほい、ほいほー、はいはいはい、よいしょ、おぶろ、おぶろ、なるほど、つかみがね、できないとね、そういうことか、ほいよ、ほいよ、ほい、ほいおぶろおぶろおいおいで、ここは食べといておぶろよいしょ待て、うまくさ、流れ流すことができないんだけどおぶろおぶろよいしょよいしょおいおぶろ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 うまくさ、流しができないなちょっこうね、うまくよいしょあーうまくき、流す技流れ技を決めたいんだけどなぁ。おら、おいしょ、おい、おら、あ、やめて、おう、ダメだ、ダメだ、ダメだ、おいしょ、あやや、下手くそかマジで流れの使い方、流れの使い方下手くそすぎかよ兄。なんだよこいつこんなのってやっぱハードなだけあってさ敵のさガードとかささっきの俺に詫び入れろとか慰謝料がどうのって話えあれまだ続けるか いえさよも忘れてくださいじゃあこれからは仲良くしてもらおうかな痛いさ肩がちょやがみさガキには分からせねえんだなニコシバのこと全部聞かせてくれあいつとは仲良くしてたんだろニコシバ先生はその放課後はほとんど毎日バスケ部にも顔を出してて現役の俺らからするとちょっと面倒くさいくらい顧問が席外すとすぐ頼んでもないのに熱血指導してきて例えば全員に10本出しとか当たり前に命令するしで一人でも制限時間を超えたら連帯責任つってもう10本昔にそうなさ熱血先生だったの初心者の甲田が穴だって目をつけられましたニコシバは甲田さんにだいぶきつく当たってたんだってそりゃあいつはどんくさいから一年の後輩まで甲田にはイラついてましたよおかげで部に一体感は出たけどそういうもんだよね初心者の女の子を一人みんなで寄ってたかって貶めてチームがまとまったご立派だよ三越芝には両親から失踪届まで出てる今も消息不明だ何か事件に巻き込まれた可能性があるじゃあ甲田に殺されてたりして地上のもつれとかで面白い推理だなもっと続けるかいえやめときますおふざけはなしだぞ沢先生とは何か話したんですか三越芝先生のことなら一番詳しいのか一番詳しいと思いますけど沢先生が言うには三越芝は優等生だったし実習もうまくやってたあとはバスケ部の OB で面倒見も良かったとかそんなとこあれそうなんすかそんな印象いい感じに言ってましたみんなの見方が違うんだろうないや沢って実習中なんかずっと三越芝先生にそっけなくてだから俺そのこと三越芝先生に聞いてみたんですそしたらやっぱりそういうことだったらしくて
ん？三越場先生って昔この学校で同級生が自殺したらしいんですけど、その時沢からいじめてたんじゃないかって疑われたんですって。だから今もそれを引きずってるみたいだって寂しそうにしてましたよ。沢先生が三越場をいじめの加害者だと。俺三越場先生に実際いじめやってたんすかって聞いたら、聞いたの？人笑ってごまかしてたけど、やってたっぽいね。三越場のいじめが本当にあったかはわからないけど、確かに沢先生の言葉には迷いがあった。私は英語を教えてただけですが、三越場君は成績優秀でいい子でした。この間の教育実習でも後輩の生徒らとうまくやってたし、だから。あの先生が三越芝を本当はどう思って。そうだね、聞いた方がいいよこれ。もう一度聞かなきゃだな、本当のことをね。それじゃあ沢先生のところに向かいますか。高級タバコの吸い殻、絶対これあのさ不良と松井たちのやつだろう。絶対高級って書いてあるけどさ、どんなタバコなのか気になるけど、気になるけど、沢先生どこだろう。職員室かな、いるの。職員室っぽいね。いる？まあ、いないね。で、またさ、またなんか怒られてる生徒いるんだけど、前もさ怒られてなかった？ちょっと同じやつやん。同じやつが怒られてるよ。まさかの、沢先生もうお帰りですか？もう放課後だからね。いえ、さっき理事長に呼ばれてたみたいです。じゃあ理事長室。ええ、外からお客さんみたいでした。誰だろう、よくは知りませんけど。そうですか、どうも。沢先生に外からのお客さんってことはしばらく席に戻ってこないよな。そういえばさっき見なかった写真があったな。気は引けるけど何かの手がかりになるかもしれない。勝手に見るの大丈夫？他にさ先生とかいるのに。沢先生は三越芝をいじめ加害者と疑ってた。俺と話した時は本音を隠してたってことかも。だね、じゃなかったらさあんな風にさ言わないもんね。これさ、長押し考えるっていうさ、このさ、文字の上にさ、これ、ターボの、これマークみたいな感じなのかな？前はなかったもんね。あと今回このサーチモードの時さ、ジャッジの時はさ、猫探しがあったけど、今回ないからね、ちょっとそれが、今回も欲しかったなーって思ったところだよ。もうとりあえず写真見てきますか。これね。沢先生の女子校時代みたいだけど、星稜高校とは違う学校の制服だね。っぽいね。もしかしたらさ、自分のあれなのかな、母校でさ、もしかしたらそういう事件が起こったとか、そういう感じなのかな。今でもでもこうやってさ写真を飾ってるってことは、何かしらのさ思いがあって飾ってるってことだからさ、ちょっとそれも気になるよね。星稜高校の男子生徒が写っているのが一部見える。やっぱり見るのは失礼だろうけど、そうね、この制服は星稜高校だからね。あ、見ちゃうの？これは調べる。ちょっとみんながいるのに。初めて見る顔だ。少なくとも三越芝じゃないとなると、自殺した生徒じゃない？これもしかして4年前に自殺した生徒、江原の息子なんじゃないか。教師が教え子の一人を写真で飾るなんて、よほどの事情でもない限りやらないはずだ。ってことは何か事情があるってことよね。沢先生来ちゃうよ。大丈夫？ただそれも今は確かめようがないか。この場で分かるのはここまでだな。ここまでだね。お思いっきり見てるやーねー。写真思いっきり見てるとバレとるよ。でこのさ生徒さ、前も怒られてなかった？みんな覚えてる？前も同じ先生にしかも怒られてたね。いででで、あー、ゴミ箱倒しちゃった。倒してしまった。まあ、いっか。
沢先生を探そう。理事長室に呼ばれたんだったな。だね。思いっきりさ、バレてたけど。こっから先は行けないんだよね。奥とか見てみたかったけど。まあ、とりあえず理事長室に向かいますか。でもお客さんって誰だろうね。もしかして。もしかして刑事とか。そんなことないかな。あれ、理事長室は3階だったね。そう先生と。あ。あ。警察？ってことはあれかな。失礼。あの三越場のことかな。おそらく。矢上さん。あ、理事長。彼らは神奈川県警です。だよね。三越場君の失踪について話を聞きたいとのこと。だから呼ばれたのか。それで沢先生に話を。なんかそんな感じじゃないかと思ったんだよね。しかし何が起きてるんですか。あなたも三越場君のことを聞きたがっていた。理事長には行った方がいいかな。うん。警察から説明があると思います。多分彼らも俺と同じ情報をもとに動き出したはずですから。死んだっていうね。三越場君はもう生きていないんですね。やはりそうなんですか。理事長。